テルエモンキャドルーム X デザインでソリッドワークスの CSWA の試験サンプル問題モデリングやってみたよ。ご注意、テルエモンキャドルームはテルエモンが気まぐれにキャド操作している様子をあまり編集せずに動画アップしていくチャンネルです。音声は入れてますが、テキスト、文字にはせずにアップしています。途中でグダグダになっている場合もありますが、ご了承くださいませ。それでは最後までどうぞお楽しみください。どうも、テルエモンです。今日なんですけども、 X デザインを使ってですね、ソリッドワークスの CSWA のサンプル問題を解いていきたいと思います。サンプル問題はですね、ネット上の方からですね、こちらをクリックすることでサンプル問題ダウンロードすることができます。 CSWA っていうですね、資格試験ですね、ソリッドワークスの、公認の認定資格っていうんですかね、認定試験になります。で、その他にもですね、CSLP とか E とかありまして、P がプロフェッショナル、E がエキスパートで、A がアソシエイトということで、初級ですかね、最初の試験になります。で、こちらのモデリングの方ですね、今日やっていきたいと思います。それは新規構成部品をクリックしまして、CSWA、モデリングですかね。1とかにしておきましょうか。こちらやっていきたいと思います。こちらの図面を見ながらですね、3次の立体形状を作りまして、出力を答えていく問題になっています。ちょっとこちら小さくて見づらいかと思うんですけども、材料定義あるんですが、今回この材料はこの密度が、ここに書かれているのはこの密度と、この X デザインで出てきた体積をですね、かけまして、密室の方を出したら多分合うんじゃないのかなということでやっていきたいと思います。では、まずこちらの形状なんですけども、A、B、C とありまして、その ABC のスポットがこちらにあるという形ですね。まずは一回ですね、この A と B と C を使って、一回四角書いて押し出していきたいと思います。で、原点とか座標は特に指示ないので、こちら正面見た形で、この面とかにですね、スケッチを書いていきたいと思います。はい。でですね。で、原点の位置はこの右上に出していきたいと思います。ここは寸法とか出てきてますし、実はこれですね、この後、設計変更とかあるんですけど、ここに穴開くとき、ここの右上基準に穴が開いてたりとかしているので、そこを基準にですね、右上基準に四角を書いていきたいと思います。長方形で。こういう形ですね。で、A が81、B がこちらですね。A が81。で、B が57。81、こちらですね。で、C で43。43を押し出していきたいと思います。スケッチを終了して、フィーチャーの押し出し。こちらですね。で、どっち方向に押し出していくかは、次のこちらもでも、見ていただくと、ここ、上から見た時の右下にしていければなと思うので、反転させまして、ここを原点にして、こっち側に押し出していきたいと思います。で、43ですね。43。はい、こちらまず一旦ベースの形状がここで出来上がりました。ここからちょっといろいろ削っていきたいと思います。まずこの右下の三角からですね、ここの分削っていきたいと思います。で、ここの三角削ると、ここの R29 の基準ができますので。で、ここ削っていくと、今度ここ基準に32っていうところがあるので、ここ削っていくと。な形ですかね。一回このスケッチ書いて押し出してもいいんですけども、こちらは今回は、一回ブロックから削っていくような形でやっていきたいと思います。目を選択してスケッチ。
で、こちらで直線で、そう、三角書いていきますね。はい。で、この点とこちらが24。で、29ですかね。で、スケッチを終了して、フィーチャーの押し出し。で、ここの面の部分をカットですね。で、一方向貫通かな、まあ、貫通でカットと。ですよね。で、またこちらの面にスケッチで、一回ここまっすぐですかね。まっすぐ描いて、こっから円弧。こんな感じですかね。まあ、端点に戻してまたまっすぐ動かすとですね。こういう形で円弧になります。これソリッドワークスと同じ機能になりますね。で、ここを削っていくので、ここを囲っていきます。で、キーボードの D ボタンで寸法コマンドに切り替わりまして、ここの高さが19ですかね。はい。で、こちらコントロールキーを押しながら、ここの点と、こちら斜めの線をクリックして、一致させていきます。ここですよね。で、この点と、ここの距離とかですかね。19ですかね、これ。合うのかな、これ。はい。で、ちょっとドラッグして動かしていきますね。よいしょ。で、この R が29。29ですよね、これね。で、OK かな。ですかね。で、これスケッチ終了しまして、押し出し。フィーチャーの押し出しで、ここの面をカットしていきます。カットで、一方向貫通で、OK。で、今度、この左上のところですね、カットしていきたいと思います。スケッチ。で、こちらの線、直線で、あ、こちら、斜めすいません、ここあるんですけども、ここ後から面取りっていうコマンドで斜めのところをカットしていくので、まず一旦ですね、こう簡易的にこう作っていきますね。で、円弧にまた切り替えて、こうですかね。端点戻すことで円弧に切り替えれます。で、ここの距離が32ですかね。ここですね、ここ32ですね。で、ここの角度が10度ですかね、10度。で、こことこちらの距離が29かな。29で R19。斜めの距離が。で、このまっすぐなこの距離が14ですかね。ここが14。先にここ14入れといた方がよかったかもしれないですね。ちょっと入れる順番。よいしょ。じゃあ、すみません。これスケッチを終了して、押し出し、カット。フィーチャーの押し出し。で、こちらの面をカットで、一方向貫通ですね。で、OK。はい。あと、この、丸い穴ですね。開けていきます。こちらの面にスケッチ。で、直径14。なんか出てきましたね。置いておきましょう、こちら。で、14、14ですね。14の、で、スケッチ終了しまして、押し出し。で、こちらも貫通ですね。カットの一方向貫通で OK。で、あとはここの、斜めところは面取りですね。面取りでやっちゃいます。
エントリーで、こうですよね。この45度。距離角度ですよね。これですよね。で、ここで45度ですね。はい。で、こっちは77ですね。こっちは7の45ですね。ここと、ここですね。はい。で、ここにフィレットで R5 入れていきますね。まあ、こういった形で後からこう、メントとかフィレット入れるので、できる最初シンプルにこう考えて作って削っていきながら最後こう丸みとこ作っていくと作りやすいかなと思います。こういったとこですかね。で、そしたらこれで質量を求めるんですが、ちょっと今回は、まず体積の方ですね。アルミニウムが入ってるんですよね。私はこうですね、マテリアルが今入ってないんですよね。この形でちょっと今。ちょっとなので、すみません、今回は体積の方から、ですね、こちらをコピーできるかな。今日は Excel を用意してたので、入りましたね。で、単位入ってない方がいいですよ。多分計算するのでいくつ。入っても大丈夫かもしれないです。で、こちらと、問題の方が 0.079。0.0079 か。0.0079。ちょっと単位をですね、ちゃんと計算しなきゃいけないんですけど、一回まずこれを、と、これ掛け算でこちらをかけていきます。939。939.54 なんで、D ですかね。答えがこっちにあってます。D ですね。939.54 で合ってますね。はい。ちょっと材料の方ですね。ちょっと、更新できなくて今入れれないので、体積の方を出して、こちらの問題にある密度をちょっとかけまして答えております。で、答え合いましたね。はい。で、これで1問目が終わりまして、2問目ですね。材料数の方でこの ABC を直しなさいって問題になっています。で、今回はこのまま上書きしていっていきたいと思います。最初のスケッチのところですね。編集で。A のところが84。B のところが59ですね。はい。で、スケッチ終了で C が45ですかね。この左側のデザインマネージャーのところから右クリックで編集をかけれます。で、こうですね、パラメータ直せますので、直しまして、あとはですね、図面通り作っているので、きちんと更新されて、完全に貫通の穴とかカットされてますので、OK ですね。では、形状を測っていきます。で、体積の方をまたコピーしまして、立方メートルを消しておきます。で、これ同じです。で、ここ同じ計算で。1032.32。答えをちょっと見ちゃいますね。1032.32で合ってますね。はい。合ってましたと。で、続きまして、こちらの問題ですかね。こちらのように設計変更しなさいと来てます。で、材料同じですね。ですね。では、まずは ABC を直しちゃいます。先に。スケッチ編集ですね。よいしょ。よいしょ。まあ、先ほど言ったやつを上書きしてちゃいますね。どんどん。ちょっと名前別名保存でやったりとかですね。あとは、コンフィギュレーション的な感じで作っていくって本質とありそうなんですけども、今回は上書きでやっていってしまいます。ダブルクリックでもそうですね、変更できますね、パラメータ。
右クリックから行く方法と、今入れれたかな。44。あ、40がありましたね。このキーの選択がないと完了できませんでした。44、あ、なんかクリックし忘れてました。なんか選択解除されちゃってました。はい。もう一回管理しますね。スケッチ1。86、58。で、押し出し1。44。はい。で、こちらの図面を見ながらですね、カットしていくような形ですよね。まずこの上から見たとき、ここですね、完全にカットされているので、まあ、こちらの平面とかですね、上から見たときの平面に、こうですかね。と書いていきましょうか。カットする部分ですね。で、ここ19になってますね。で、52ですかね、これ。原点かな、距離52。はい。で、こちらをスケッチ色して、フィーチャーの押し出し。あ、違う、こっちが押し出しカットも選べるんですけど、まあ、この表にあるものから選んで、ここからカットに変えちゃいますね。で、こちらスケッチだよ、と。一方向貫通で、反対方向かな、こっちですね。で、OK。で、カットできました。で、こちら右側面から見た状態もですね。これ、すみません。斜めの面にスケッチ書きますと、斜めにこうカット、こっち方向にカットされちゃうので、まあ、こちらの面か、もしくはこの、最初にあるこの平面ですね。にスケッチを書いていきます。はい。で、こちらもカットする四角を書いていきますね。19。で、ここにも19ですね。こちら19ですね。こう、ちょっと図面をですね、うまく見ていく感じですね。右側面と、正面とですね。で、スケッチを終了しまして、フィーチャーの押し出し。一応、こう、カウントのカットですね。はい。で、ここの丸穴開けていきましょうか。スケッチで。よいしょ。で、この円が直径11です。で、今度ここですね、ここ12残して24カットですね。これはですね、ちょっと今回平面作っておきたいと思います。この平面で、ここの面から12ですね、この面から12。ですよね。で、ここにカットするのを書いて20ミリカットしていきます。で、こちらの断面図を参考にですね。スケッチと。で、同じ向きにしていきます。で、ちょっと一回まずざっくり書きますね。で、実際この円っていうのが、コントロール強しますね。この中心上、ここの点が同じ線上ですね。来るので一致。ですよね。で、カットする部分だけちょっと作っていきたいので、こちらですね、エンティティ変換というのを使って、ここの線を抽出していきます。よいしょ。で、トリムで余計な部分を消していきます。ここと、ここと、ここですかね。で、寸法で、
ここですか、この点からここの距離が4。これちょっと拡大していいですか。36かな ?36 と。よいしょ。R41 ですか。ちょっとすいません。一回、ここ離れちゃってました。すいません。こことここが1ですね。はい。で、一回この36、一回消して、まず一回消させてください。あ、なるほど。36の付け方間違えてました。すいません。この点からじゃなくて、ここか、ここから、ここの距離が、すいません。36でした。はい、これで OK ですね。ここのラインから36でした。そうです。ちょっと勘違いしてました。すいません。で、こちらでスケッチ終了しまして、フィーチャーの押し出しで、こちらちょっと小さくしますね。24ですよね。今書いたこのスケッチを、点かな？で、24。あらららら。カットで、こちら。24。ですね。ここで OK かな。ちょっと平面表示にしますね。で、OK ですかね。フィレットとか忘れてないですよね。で、ここに答えればいいんですよね。質量いくつですかで、ツールの質量特性で、で、体積ですね。体積をコピーしまして、こうですね。で、ちょっと単位を消しておいて、これコピーして、ここに。628.1834。628.18 なので合ってますね。はい。では、最後のモデリングの問題になるかと思います。こちらですね。ちょっともうちょい小さくしておきます。で、これは ABC の変更がなくて、シンプルですけど、1ミリずつ残して、ここ中に残せっていう、ものですね。よいしょ。はい。ちょっと上書きやってっていきたいと思います。じゃあ、この面にまずスケッチですかね。で、1ミリオフセットしていきますね。オフセット。こちらですね。面選べる。面選んで、オフセットなんですけども。ちょっと待ってくださいね。もう一回いきますね。オフセットで。ちょっと戻りすぎたかもしれないですね。この面に、スケッチ。面にスケッチで、オフセットで目選びます。で、距離を入れたいんですけど、ちょっと待ってくださいね。これ戻るのボタンがなくなった。コントロール Z で戻れるかな。はい。ずついくか。一本ずつ出てきたの。この距離のやつか。オフセットの単一のアイテムを選択して、さらに選択肢を無視されます。さらに選択肢を無視されます。いや、本当ですか？これ一本一本やっていかなきゃダメってことですか？いえ、ということで結構、こうめんどくさいですよ。で、全部選ぶと数値出れないし。いやいや、これ困りました。ちょっと
戻りも、じゃあ1本ずつですか。1本ずつはないでしょって感じですけどね。ちょっと1本ずつやっていけてますか、こうやって。どうやって判定するんだ。一応トラックであれしましたけど、まとめになっちゃった。これ複数入れるんじゃないんですかね。ここちょっと戻りますね。一本ずつかな、やっぱり。マイナス1。ベース構造作成ってことなんだ。はい。これ一本ずつだと、すごい大変ですけど。そういうことです。ちょっともしかしたら別の方あるのかもしれないですよ。すいません。でもさっきのメッセージからすると入れれなそうでした。スケッチの外部にあるエンティティは一度に一度ずつしか押せとできません。もう一回抽出すればできたってことですかね。ここまで来ちゃったし。ちょっとこちらは面倒だな。よいしょ。まあ、この辺ちょっと改善してほしいところでありますよね、正直。一回、例えばこれスケッチで全部抽出しておけばできるところですかね。一本ですね、やっぱ。残念なとこだな。ちょっと残念。一本ずつしかできないってなると、こういうときすごく大変な気がするんですけども。なんかいい方法ないんですかね。で、ここはみ出してるっていうことで、この辺ちょっと嫌ですね。ちょっと高速外れたりとかするのか。ここ押し出せればまあ別にこれでもいいんですけども、一個押し出してみますか。押し出し使えるかですね、これで。まあ、僕選べるんですけど、ちょっと取り見せずにここ行っちゃいますね。で、カットで、次のサーフェスまでで、オフセット距離がこれ入れれないのかな、もしかして。開始位置はここからですよね。で、今、サーフェスまで選んで戻したいんですけど。オフセットできるのがなさそうだな。なんで閉じまして、1ミリ残しますので、点面コマンドで、この面から、ちょっと1ミリですね。作りまして、押し出し。カットの次のジオメトリーまでで、この面までですね。で、一回カットします。これですね。はい。で、こちらは非表示にしていきます。はい。で、今度またこの面にスケッチに入りまして、で、表示を、
これかな、これかな、隠れ線を表示して、これを1ミリオフセットですね、していきます。1ミリですね。で、あとはエンティティ変換ですね。こちらですかね。で、囲まれているところだけ押し出しで使っていきますね。フィーチャーの押し出し。あ、で、すみません。これもあれです。12ミリ残すので、すみません。先に平面で、この面から、12。ですね。で、押し出しで、この面からを、次のジオメトリでカットのこの面まで、ですね。で、OK と。はい。で、ここで完成ですかね。この平面使ったものを非表示。で、まあ、この全部の平面もいらないので非表示しちゃいましょうか。これで完成かなと思います。で、質量ですね。ツールの質量特性で選択。で、体積ですね。で、これをまた貼り付けまして、こちらはコピーで計算させると、432.5824。432.58 で、まあ、答えは合いましたね。はい。ですね。まあ、今回こちらの問題やってみてですが、まあ、スケッチのオフセットっていう機能ですね。一本ずつしかできないのがちょっとやりづらかったなって感じです。もう一回ちょっと確認していいですかね。このメタがスケッチ入ります。オフセット。チェーン選択にチェック入れてるんですけど、全部一気に選ばれないですよね。でもチェック外してもよかったんですかね。同じだな。ですね、チェーン選択してると、ここからだと、チェーンのとこないの。ここかな。チェーン選択してると、このチェーン選択が、ちょっと消えてるのか。で、なんか2本選べないですよね、連続で。エース構造作成だと、多分作図性になるだけかなと思ったんですよね。関係ないか。ベース構造作成？ちょっと選べるかな。どっちか選べないですね。作図性に変換するよってやつか。元のやつを作図性に変換するっていうですね、機能ですね。連続して選べないというのがちょっと非常に。自分で書いたスケッチであればいいってことかな。このスケッチ上で。あ、そうそう、遅延選択もいけますね。チェーン選択を外して、例えば、自分で書いたスケッチもダメなんで、自分で書いたスケッチだとチェーン選択を入れるとぐるっといけるっていう。でもこれ、複数選べないんですね、これ。ここはちょっと直し、なんかこう改善してほしいところだなっていう。感じですかね。正直なとこですけど、これ多分皆さん使いづらいですよね、これだと。ここはちょっとまあ、正直ベース回しすると、スケッチのオフセットのところは、
ちょっと複数、ちょっと一度にできるようにちょっとしてほしいなというところですかね。あと、できました、この押し出しの機能の時に、ここ、例えば次のジャメ取りまで出会って、さらにここからオフセット出てきましたね。あれ、先ほどこれ出てこなかったのに思ったんですけど。ちょっと編集しますね。この時に、あ、ここに出てきてますね、オセット。あ、私勘違いしてたのか。じゃあすいません、最後ちょっとお写真のことをちょっと説明しますと、これちょっと削除して、で、最後のお知らせもちょっとカットさす、一回削除しますね。なんで削除できないんだ、意味がわからないなぁ。削除。すべて削除にするとスケッチも消えるか。残ってますよね。削除って言ってるのに、なんでこれ消えてくんないでしょう。更新かけてみますか。あ、消えました。時間差があるのはネットだから。まあ、これで、フィーチャーで押し出し。で、ここカットしますよ。で、次のジオメトリーまで。オフセット出てきてる。で、ここの面までにして、で、ここのオフセット距離で、12でしたっけ。12ですね、12と。押すとカットですね。カットで。これ出てきてたんです。ちょっと見つけなかった。この、すぐここの下に出てきてるかと思ってたんですけど、ここにすみません、押せたのがあって、では、A 面を最初作っておかなくても、この面からバックいくつだよっていう形で作業ができます。なので、ここの1ミリ残した時の時も同様ですね。ここのカットは、これもちょっと一回編集しますね。なので、平面を、ここですね、用意しておかなくても、次のジオメトリーで、この、よいしょ。この面までだよ、というふうに選んどいて、1ミリバックだよ、1ミリ残すよっていう指示で、なんかエラーが出てしまったな。消しますね。ここですよね。で、この面から 1ミリ残しますと。あ、選んでる面か何か間違ってるかもしれないですね。で、OK。はい。っていうのが私、押し出しカットの時に、まあ、今回わざとここで平面作ってたんですけど、最初勘違いしですね。作らずに押し出しカットの時に、ジオメトリーまでと選んで、ここに押せた距離ですね、入れることができますので、入れていただいて作業ができますね。はい。たださっきやっぱ何回も言いますけど、スケッチのオフセットのところはですかね。あそこがちょっと不便ですかね。で、押し出し方の時は、すみません。さっき私、ちょっと勘違いして平面作ってやってましたが、もちろんこれでも OK ですし、平面作らなくても、面を選んで、そこからオフセット距離ですね、入れることができました。はい。じゃあすみません。長くなりましたが、今回の CSW のサンプル問題ですね。のモデリングのところですね。以上にしたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。どうも、テルエモンです。すいません。先ほどのこちらの部品モデリングのオフセット1に関してなんですけども、この面を選んでですね、スケッチを開始して、オフセットですね。で、面を選んで、これオフセット距離が出てこないっていうことなんですけど、これ、ちょっとやってみて分かったんですが、例えばこちらですね。こちらで距離出てくるんですね。で、この、
多分ですね、ここに円、丸い穴がこう開いてることで、こう2つ要素、閉じた輪郭2つあるので、距離が、押せた距離入れないのかなと思います。と思いますか？とか、そうでした。なので、この穴を開ける前にですね、オフセットすればいいって形になりまして、ここです。この穴を開ける前ですね。まで戻ると、例えばこの面にスケッチで、オフセットですね。距離が出てきて、オフセットすることができます。で、なので、これでいきますと、この後は、私、穴開けちゃってるんですが、ごめんなさい、この穴を、後から開けるような形、ちょっと順番を変えていきたいと思います。で、この穴をドラッグしてですね、こちらまでですかね。戻しまして、これちょっとエラーが出ちゃうんですけれども、フィーチャー編集でなんか輪郭がなくなって、なぜか輪郭を外れちゃってですね、選んでるスケッチ。あとこちらの、すみません、ここのカットに関してもですね、平面作りましたが、拡張機能でスケッチを、押し出す開始位置を変更するってこともできるので、ここの目にですね、スケッチを書いといて、12ミリオフセットさせてっていうやり方でもできたかなと思います。で、こうですね。で、こうしておいて、押し出しで、こちらの輪郭から、次のジオメトリーまでで、この面から1ミリですかね。カットですね。カット。な形ですね、行うことができました。で、丸い穴を開けてですよね。で、ここも同じようにやっていけばできるってことですかね。はい。ちょっと補足のちょっと説明になりました。すいません、以上になります。ありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございます。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。